住山徳太郎5月1日から1962年11月20日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。東京府出身。住山総次郎の長男として生まれる。学習院中等科を経て、1906年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月に海軍将尉任官。 海軍大学校で、おつし学生、同専修学生として学び、水上規模艦若宮丸分隊長、通報館、淀ド公会長、海兵教官第三艦隊参謀、東方平八郎元水副官などを経て、1919年12月、海軍大学校を卒業。以後、巡洋戦艦倉間公会長、第三艦隊参謀、横須賀海兵団分隊長。 戦艦、四季島公会長、第二艦隊参謀、海軍省人事局第一課局員などを歴任。1926年12月、東宮県自重部官自重部官戦艦、春名艦長、呉陳府参謀長などを歴任し、1932年12月、海軍省省に進級。以後、第八戦隊司令官、教育局長などを経て、 1936年12月に海軍中将となる。その後、海兵校長、海軍次官、佐世保陳次府司令長官、軍事参議官などを歴任し、1942年3月、予備役に編入された。その後、秩父の宮部島を務めた。温厚な人柄から海軍女子学習委員長のニックネームがあった。ありがとうございます。